今回は好きな映画ドラえもん作品を語らうみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。思い入れがある作品や感動する作品など何でも、すれないでのキャラクターや作品に対する暴言や罵倒コメントは NG でお願いします。ノブドラで一番好きなのは南海大冒険。 BGM の出来が歴代でもトップクラスで、王道の冒険ロマン溢れてジャイアンが終始かっこいいんだよね。最初にポケットを失って限られた道具で戦うのも緊張感あってよい。宇宙小戦争2021-2022放映かな。スワベドラコルルが本当に格好良くて好きなんだ。リメイク前のドラコルルも頭切れてて好きなんだけど、リメイク版はさらにクレバーでこいつがいたからギルモア将軍のクーデター成功したんだなって説明されたわけでもないのに察せれるんだ。見てくれ頼む。宝島のクライマックスで挿入歌が流れるあたりほんと好き。結婚前夜の名言のセルフオマージュも良い。アニマル惑星のピンクのモヤとかニムゲの話の下りとかホラー要素あって結構好き。あと SE フェチだから糸なし糸電話転がす音とかがれき音とか好みで、そこだけめっちゃリピートしてたな。ブリキも迷宮。ドラえもんが故障して拷問されてるところはすごい悲しいんだけど、もう一目会ってから来られたかったってセリフや、ドラえもんがいないことでのび太たちがそんな中でも頑張ろうって感じで努力してるシーンや ED が好き。ED でのび太くんが道具に頼らず山登ってるのも良いんだ。すげえわかる。いいんだよなあの ED。道具に頼って自力で動けなくなったちゃもちゃ星の人たちを再起させた後にあれだから余計に良いというか、ED まで含めて構成されてて感動する。あれは単にのび太の念願の加速旅行、ではないけど、ハイキングに出かけることができたってだけで道具に頼らず山登りは違うんじゃないか。パ鉄人兵団、話も理解できないちびっこでも泣いた映画、アムとイムの歌は今でも覚えてる、アトリルルが可愛い。これ見た工房で持ってピッポちゃんとか言って公園で遊んだ。無限三剣士が好きだわ。内容もだけど挿入歌の夢の人が良すぎる。題材が夢なせいか、雑なところはあるけど、本当に夢の人が良すぎる。なんだよあのイントロ。海底祈願場だな。前半の夢あふれる海底キャンプからの海底人との開口、アトランティスでの決戦と子供心にすごい楽しかった。今やってる地球交響楽が早速トップクラスに好きな作品になってる。クライマックスが素晴らしい。鉄人兵団は新旧どっちも好き、真のピッポの奮闘も好きだけど、旧の無慈悲に物量差に押される絶望感も捨てがたい。この2本立てで打ち切り寸前だった映画ドラえもんは持ち直したという。劇場で見たら最高なんだろうな。ドラえもん、のび太の宝島が一番好きだわ。好きなところ上げ出すと止まらないんだけど、ドラえもんがエネルギー塊に飲み込まれる、のび太が助けに行くシーン、シルバーお父さんがめっちゃ焦ってるんだよね。落ちた子とかもうろたえてるのがよくわかる。悪役じゃない、子供の未来を考えた大人なんだよね。ハッキングバトルが視覚的にわかりやすいのもいいよね。フィオナってお母さんの面影を重ねてたところからの、フロックの当たり前じゃないか、僕はパパの子供なんだから、で両親どもに愛情を注いでたことがよくわかる。大泉洋さんの声当てもうまいのよ。俺エンドロールまで大泉洋だって気づかなかったもん。シリアス声に合ってるやん。ってさらに好きになったわ。星野源さんのエンディングと挿入歌も文句なしだったよね。ドラえもん本編の主題歌にまで昇格したからね。止まらないからこれくらいにしとくね。むちゃくちゃの文章でごめん。大泉洋さんだったの？はい、大泉洋です。ドラえもんの押し入れの奥に水曜どうでしょうパロが隠されてるのはそういう理由です。当時ネットニュースなんかでもドラえもんとコントみたいなやり取りしてました。好きなことを話すときはロコロコになって良いんだって大統領が言ってた。やっぱ一番はワンニャン時空伝だな。イチくんとシャミーちゃんがめちゃくちゃ可愛かったよな。この前に20周年迎えたから熱く語り合ってたな。やっぱ祈願場かな。バギーちゃん特攻はずるいわ。スレが好き。親と見に行った時に初代どこでもドアがバカでかかったのに驚いた記憶がある。あといろんな道具が見れたので楽しかった。昔の日本誕生の野牛の蒸し焼きがすごく美味しそうで繰り返して見てたな。
風遣いも好きだった風子の最後で毎回涙出るけど。旧日本誕生は食べ物が本当に美味しそうに見えて困る困らない。なんなら幻覚のラーメンのスープすらうまそうに見える。風遣いはクライマックスでの風子と魔風雅の対決がオマージュ元、台風の風子、まんまなことに気づいて良い意味でゾクッとした。ワンニャンも、野良犬一の国、農地が絶妙な扱いで拾われてすごく感動したな。ノブドラ最後の二つはコミック読んでた身として嬉しい演出だった。カラオケでユズのまた会える日まで入れるとこのシーン流れるんだよね。不意打ちで見せられて泣いちゃったので人からやなきゃ危なかった。子供の頃、ぬほど繰り返し見た映画、銀河丸ごと使った遊園地とか子供シーンにぶっ刺さる要素が多すぎる。わかる。銀河鉄道乗ってみてえと思ってたし、ベアリングロードとか江戸用の飛行機とか忍者の星の巻物加えて壁抜けとか子供シーンに惹かれる要素満載だったわ。恐竜も2006も新恐竜も全部好きな自分。最初に見た2006が一番思い入れ強い。あれ見て一時刺身と魚に添えの憧れすごかったし、新恐竜のサプライズ結構嬉しかったぞ。子供の頃実家のテープにあったドラえもんの映画を繰り返し見てめっちゃ心躍らせてたはずなんだけど肝心の名前が思い出せない。谷と炎の記憶だけ残ってるけどそんなんなんでもありそうだしな。パラレル最有機の火炎山かな？谷と炎でパッと浮かんだのは大魔教かな。ねじ巻きと雲の王国を交互にレンタルビデオ屋で借りてみてたわ。シンドラだと秘密道具博物館が一番好き。去年の空の理想郷が好き。普通に類線に来たわ。秘密道具博物館の小ネタ詰め込み放題なところが好きだな。あと映画特別会の転ばしや G も良かった。ドラえもんのび太のねじ巻きと死亡検知、のび太が谷底に落ちるシーン、トラウマだわ。大人になってからリベンジしたけどかなりシリアスだよね。竜の騎士は中盤グダグダだけど伏線がうまく張られてて好き。改めて見ると独特な画面構成してるなって思う。透明で地底世界を観光したりだとか。とにかくその一枚絵がかっこよくて好き。もしいつかリメイクされるなら戦闘とか盛られるのか。上にも出ているけどワンニャン時空伝、思い出補正もあるかもしれないけど一番好き。今見ると開始部分でなく旧ドラなら無限三剣士が好き。新ドラだとこれ、偽ドラとのやりとりで泣きましたよ私は。初めて映画館で見た、創世日記かな。ドキドキワクワクという感じではないけど、歴史ミステリー不思議発見って感じで好き。大長編という括りなら、初めて読んだ宇宙小戦争。子供心にミニチュア映画作りたいと思った。初めて見たのはドラビアンナイト。絵本の世界にタイムマシンで行ける辻褄合わせとか、シンドバッドのコレクションが未来の道具だったとかはいまいち理解できてなかったと思うけど、異国文化あふれた描写が好きだった。秘密道具博物館かな。挿入歌のタイミングで劇場で号泣した覚えだけある。太陽王伝説、のび太と同じ顔なのに性格が真逆なティオとの友情が好きだった。のび太がティオを助けるためにサッカーの試合に混じるシーンが一番好き。終盤階段の上からでかい岩の顔が転がってくるのと歩くたびに置いていくラスボスが怖かった。アトムを閉じちゃうからゆっくりお別れしてる時間がないってなった時にポポルが無理やり通ろうとして結局ダメでディオたちとちゃんとお別れできずに帰ったのが悲しいけど一番好きな映画。創世日記かな。神の目線から地球を作るってのがなんかロマンあって好き。雲の王国、子供の頃雲に乗れたらって願ってたからアニメであれそれを映像化してくれた本作が特別好き。今でも乗り心地の良い雲見ると雲かためガスを思い出す。日本誕生かな。大根からご飯が出てくるところやジャイアンたちがピンチを時にグリドラペガが助けに来てくれるところが好きだった。土偶やギガゾンビが不気味なのに怖すぎない絶妙なラインも子供向けだけどそれだけじゃないシリアスさに拍車をかけててよかった。雲の王国、雲戻しガスの下りは抑止力とは、と考えさせられるよね。地味に好きなのはバカになったドラえもんを介護してる最中、のび太の顔が穏やかなこと。雲戻しガスで偶然にも、エネルギー集を崩壊させたことでノア計画は愚か天井世界の生活を成り立たなくして、
結果的に天井人を移住するしかない状態に追い込んだのはうまいなぁと。あれ？もしかしてアマプラで全部見れる？アマプラで一部短編映画含めて全部見れるね。U-NEXT でも今は空の理想郷以外の長編映画は大体見れるみたい。Qドラの映画は全部持ってたわ。それでもビデオテープがぶった切られるまで見たのはアニマル無限銀河だったな。雲の王国の露骨なファンサービス好き。ドーローとかホイ君とかキーボーとか。キーボーやホイ君はリアタイ世代なら知名度ありそうだけども、あとドードートリ君はタイムトリ持ちとかいうクッソマイナーな回だからお目にかかれて嬉しかったな。本編ではコミュニケーション取れてなかった2匹がドラえもんのび太のことを感謝してて弁護に来てくれるの本当熱い。新のび太の日本誕生。旧作へのリスペクトが素晴らしく、キャラクターも現代に合わせてうまくアップデートされている。特にギガゾンビがラスボスらしい威厳と強さを備えた強敵になっている。終盤は旧作でできなかった不満点を解消する妖怪編も加えられており文句なしの完成度。この映画もそうだけど役は監督の作品信頼魔境。月面探査機はどれも名作なので、ノブドラしか見たことない人にもおすすめしたい。全部見たわけじゃないんだけど秘密道具博物館が好き。主役のび太でゲストキャラの男の子との友情になることの多いドラえもん映画の中で、秘密道具博物館はクルト以上にドラのびの友情が特に押し出されてた感じあるし、この映画ののび太とドラえもんがすごい可愛いのよ。ドラえもんが壊れてる鈴をどうしても取り返したい理由もいいし、終盤の秘密道具ほぼすべて使用不可から怪盗ドラッグスが見た目のネタ感に反してドラの活躍としてすごい良かった。ドラえもんズ。新日本誕生。のび太ママがのび太を叱ろうとした時にのび太が自分を怖がっているのに気づいて叱るのをやめるシーン好き。SBM ドラえもんも不評の声多いけど、ぬるっとしたタケコプターの飛行シーンのこだわりやにのオリジナル要素でつなげた脚本の妙とか好きなんだよな。のび太の月面探査機。個人的にはワサドラ最高傑作。歴代でも上位に入る完成度。ワサドラ映画オリジナルの中では雰囲気が一番大山ドラに近い。脚本がドラえもんが千代田の作家辻村瑞希先生なので、過去作のオマージュ満載。ストーリーもさすが直木賞作家だと思わせるし、作画や音楽も素晴らしい。あとゲストキャラがものすごく好き。ルカくんとか見た目声優さんともに初田好きを狙いに来てるデザインだと思った。新魔界大冒険かな。2000度は幼心に爆笑した思い出。メデューサの緊迫感があるからだれることもないしデマオンの弱点云々も子供心くすぐられたね。